はい、脇選手インタビューさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。ゲーム1初戦を終えていかがでしょうか。まあそうですね、なんか、今日ちょっと入りが悪くて、まあ苦しい戦いはあったんですけど、まあ自分たちのバスケットができたから、できたと言えないんですけど、まあそこで取り戻せたんで、まあ初戦なんで、まあしょうがないとは言えないんですけど、まあこういうゲームになるって分かったんで、まあ、しっかり勝てたことは良かったと思います。3年生になって何か成長とか、この1年で変化とかあられたりされますか。そうですね、やっぱり自分がやっぱり B リーグとかも経験して、やっぱいろいろそうやってチームに出さないといけないのはやっぱ分かっているので、そういうところでやっぱりチームの声かけだったり、まあ、このリーグでもっと成長していくためにはもっと技術を上げないといけないので、そこをしっかりやっていきたいと思います。なんか今プロってお話が出ましたが、プロでなんか得られたこととかっていろいろあられたんですか。やっぱそうですね、やっぱディフェンスの寄りだったり、ディフェンスの声だったり、まあ、そういう部分でやっぱりプロ選手とはやっぱ全然大学生が違うなっていうのは自分感じたので、そこはやっぱ自分がチームに伝えていかないといけないと思ってます。あ、じゃあやっぱ今日声かけが多かったっていうのも、まあ、今シーズンからプロで入ってから意識されてるっていう感じなんですかね。まあそうですね、やっぱり自分がエースとしてやっぱどうやっていかないといけない、あ、どう、チームに声かけていかないといけないっていうのは分かっているので、まあ、そこはしっかり声かけていって、チームの中でパドルを組んだり、コート外でもやっぱりどんどん声出して、やっぱチームを鼓舞するようにすることは心がけています。昨シーズン、田中大輝選手を目指しているというお話をいただいたんですけど、はい、どうですか。田中大輝選手もやっぱり、こうやってコートの中でもやっぱ一瞬自分もロボットにいた時に試合したんですけど、やっぱりオーラも違いましたし、声も出してましたし、やっぱそういうところではやっぱ素晴らしい選手だなと思ったので、そこを目指したいなと思ったので、まだ今後もずっと目指している選手ではあります。ポジション的には今どういったところを挑戦されてるんですかね。そうですね、2、3番なんですけど、将来的には1番やりたいと思ってるので、まあ、そこはまだあれなんですけど、やっぱりそこはもっとレベルアップしていっての中の1番だと思うんで、そこはまだ2番と3番をやってます。じゃあ結構ハンドリングの練習とか今やられてて、はい、なるほど。まあ、そういったのはなんか網のヘッドコーチとか、ヘッドコーチとかと結構コミュニケーションを取ったりっていうのをされてるんですか。そうですね、まあ自分の強みを出すためには、まあどこでも1から3だったらやっぱりリバウンド取ってボールプッシュするのも全然いいですし、まあ2番3番でもやっぱハンドラーとしてやっぱやっていいと言われてるんで、まあそこはしっかりやろうと思っています。今シーズンの目標というか、3年生になって目標とか、今シーズン通してどうしていきたいとかあられますか。そうですね、まずリーグ戦でいいとこ、リーグ戦でいい形で終わって、やっぱりインカレはいいところに入らないとやっぱ厳しい戦いになると思ってるんで、まあ、2連覇を狙えるのは自分たちだけですし、まあそれを固く思うんじゃなくて、まあ、楽しみながらこのリーグ戦からどんどん作り上げていけば、まあ、うまくやっていけると思うので、まあ、あとトーナメントの負けは本当に悔しかったっていうのはもう全員思ってますし、まあ、それはもう絶対負けたっていう悔しさは、まあ、忘れずにみんなプレーしてると思うんで、まあ、そこをもっと強くやっていくっていうことはやっぱり大切だと思います。まあ、先輩方がプロとして、まあ、2人ですかね、入ったと思うんですけど、なんか連絡とか取られてるんですか、いろいろ。そうですね、ユータとか、レバンガの松下ユータとかは昨日頑張れよっていう連絡まあこまめに取ってますし、まあユータとかはもうずっと仲いいんで、電話したりとか、まあ、そういうのやってて、まあ、バスケの話もいろいろしてますし、やっぱ、彼がいた時は自分の相談相手もありましたし、いろいろ聞いてもらえる先輩だったので、あと今プロに行っててステップアップしてると思うんで、そこのどういう感じでやってるかっていうのも聞いてますし、まあ、そういうのはやっぱり自分も吸収するものは吸収していきたいと思ってるんで、いろいろ聞いたり、まあ、ユータも自分たちのやっぱ気になってると思うんで、そういうのも聞いたり、あとブラとかも今日連絡もらってますし、まあ、そういうところで一応連絡取っています。ありがとうございました。また今季も頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、陽選手インタビューさせていただきます。お願いします。ゲーム1を終えて本日思った通りの試合とか、そういったのできましたでしょうか。いや、まあ自分たちがやってきた思った通りのプレーは少しできなかった部分が多かったですね。あ、実際にどういったところがダメだったか。そうです、終始、まあ
あの神奈川大学さん の, あのペースだったので、あのそこはあの勢いを止めることができず、そのままズルズルいってしまったんですけど、まあ、少しインサイドであの点を取り出してからは、まあ、ちょっとは自分の流れだったと思うんですけど、まあ、特にあのいいプレーもなく陣内さん の, あの勢いのままでのあの行かれたなと思います。まあ、今季キャプテンとして、まあ、どういった声かけだったり、まあ、どういったので引っ張っていきたいとかってありますか？まあ、あの今日あの今回の日大の課題としてもやっぱりあのこのチームが下がっている時にあの上げきれないっていうのがあの課題として上があの出ているので、やっぱそこを盛り上げられるように自分があの声出して引っ張っていこうと思っています。個人のプレーとか、あとは、まあ、チームの調子とか、その辺はいかがですか？個人としてもそうですね、まあ、少しターンオーバーが多かったのと、やっぱりあの周りを生かしきれなかったのがあの良くなかったことと、まあ、チームとしてはそうですね、まあ、外ばっかりの攻撃になって、スリーあの前半はやっぱりあのインサイド入れようと思いすぎて、まああのこうまあ、相手にこうあのプレッシャーかけられて煽られて、そこからターンオーバーとなってしまったので、そこは良くなかったなと思います。実際あの5月ですかね、プロとして経験して、その辺の知識とかって生かされてるんでしょうか？そうです、あの、まあ、フィニッシュとかの、あのリム周り の, あのプレーっていうのはやっぱり学べることが多くて、まあ、そこら辺はあの、まあ、試合でも活用してるし学べてるかなと思います。あの比江島選手があの、まあ、参考にされてるというところなんですけども、なんか どういったポイントとかプレーとか参考にされてるんですか？やっぱりあの比江島選手は有名なのは、やっぱ比江島のステップっていうのがあって、やっぱりそあのリングに行くまでのステップっていうのはやっぱりとても上手いと思ってるので、そこを参考にさせてもらってます。まあ、昨シーズンというか先期のリーグで、まあ、東海さんに負けて2位ということだったんですけど、今期の目指すところとか目標とかそういったのってありますか？そうです、今期はまあ優勝という目標はあるんですけど、やっぱり、まあ、いっぱい課題を見つけて、そこであのインカレまでに修正して、あのインカレもしっかり優勝できるようにしたいと思っています。じゃあ今年はもう優勝祭りということで。そうですね、もうトーナメントを逃してしまったので、うん、やっぱりあのリーグ戦とインカレは優勝を目指したいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。